自動計画は人工知能のテーマの一つであり、戦略や行動順序の具体化をすること、典型的な例として、知的エージェント、自律型ロボット、無人航空機などでの利用がある、古典的制御システムや統計分類問題とは異なり、自動計画の解は複雑で未知であり、多次元空間における発見と最適化が必要となる。 オータメイテッドプラニング4、オータメイテッドプラニング1、オータメイテッドプラニングに機械であるか人間であるかに、かかわらず、周囲の状況が基地で、その構造がよく理解されている場合、計画や戦略というものは行動する前にあらかじめ、組み立てておくことができる。一方未知の環境では、周囲の状況が明らかになるにつれて、戦略の修正を迫られる場合も多い。前者は、 オフラインプランニング、性的プランニングなどと呼ばれ、後者は動的、プランニング、オンラインプランニングなどと呼ばれる。計画の修正のことを、特に、リプランニングとも呼ぶ。いずれのプランニングでも、人工知能によく見られる試行錯誤の反復過程が、必要となることが多い。自動計画には、動的計画法、強化学習、組み合わせ最適化が含まれる。プランナーは一般に、 外界の初期状態、目標とされるゴール、取り得るアクションの集合という3つの入力を必要とする。これらはストリップスをはじめとする形式言語で記述される。ストリップスはプログラミング言語のような見た目をしているため、ある程度人間にも読め、かつ機械家族である。プランナーは初期状態からゴール状態へと状態を変化させる一連のアクションの計画を生成する。 例えば、渦はブロックスワールドと呼ばれる教科書でよく使われるストリップス問題の例を示している。初期状態は積み木が地面に置いてある状態。ゴールは積み木が A、B、C の順で積まれている状態である。この問題のプランはロボットアームが積み木を運ぶ動作に相当する。今日ではストリップス入力形式に拡張を加えた EN PDDL が主に使われている。プランニングの難しさは、前提の単純化をどの程度行うかに依存する。そのため、単純化のレベルによりその様々な編集が存在し、またそれに適したアルゴリズムが提案されている。単純化したモデルは、現実世界をモデル化するのに必ずしも実用的であるとは限らないが、実用的な場合も存在するし、またその存在意義には、 単純なモデルで発見された知見は基礎的であり、より複雑なモデルにも適用できるはずだという期待が込められている。計画問題を記述する他の言語としては、階層が温スくネットワークがあり、タスクを階層的に細分化することで一連の基本的アクションの計画を生成する。決定性の前提を排除して、確率的なモデルによる不確実さを採用した場合、マルコフ決定過程や、 部分観測、マルコフ決定過程のためのポリシー生成という問題が生じる。ストリップスプランニングはクラスプスプイス完全に属し、一般に計算量理論に基づき難しいと考えられている。NP 完全問題以上に難しいと考えられている。ただし、NPPSPACE、ディスプラスタイル NP、レックプスプイスであっても NPPSPACE、 ディスプラスタイル NP ノットイコールプスプイスカはまだ証明されていない。プランニング問題の計算複雑性は問題に様々な過程を入れることで下げることができることが知られている。この事実を利用して与えられた問題に制約を加えた簡単な問題を解くことで元の問題を解く際の枝刈りに用いる手法が多数提案されている。以下には 特に古典的プランニングの緩和手法と関連する制約について述べる。ハップル宇宙望遠鏡では短期計画システム SPSS と長期計画システム SPIKE が使われている。ありがとうございます。